どうもみなさんこんにちは。それではね、常磐線の、色差し企画やっていきたいと思いますが、まあ、色差しのね、これに関しては完全にメーカーはね、推奨も何も、してないんで、まあ、俺のね、独断偏見でやっていくことなんでね、これに関しては正直自己責任、完全自己責任においてね、すいませんがやってください。はい。まずね、今回のこの、対象者のクモハ103の、1006、まあ、言い方例えば、まあ、偶数車か。1号車なんですけど、行き先黒、種別黒なんですよね。で、ガラスも一部黒があるんですよ。だからね、それ全部黒に、していきたいと思います。で、ドアのね、ガラス縁が、銀色なんで、まあ、それに関してはね、おいおいゆっくりやっていきたいかなと思います。というわけでね、まず今回ね、黒にしていきたいと思います。まあ、黒でいいのかどうかちょっとわかんないですけど、まあ、今回ね、黒にしちゃいます。はい。というわけで、油性ペンと。まあ一応ね、ガラスも、全面ガラスもね、外してやるんでね、まあ、そういう改造ちょっと苦手な方はね、ご注意ください。油性ペンの失敗だったらね、すぐにだったら、虫刺されの薬でね、油性ペンの汚れはとか落とせれるんでね。まあ、もしそういうのになったらね、虫刺されの薬ね、ご用意してください。まあ、本当はね、それ、やってはいけないやり方だと思うんですけど、結構油性ペンの汚れって落ちるんですよね、虫刺されの薬で。まあ、どこのメーカーが落ちやすいっていうのはないですけど、まあ、全体的に虫刺されの薬だったら何でもいいですよって感じでございます。まあ、とりあえずね、今回全面ガラスがね、運よく、なんつうの、運転台外したらポッキリ取れちゃったんで、今、色差してるんですけど、まあ、こんな感じでね、縁だけね、縦ではなく、縦ってやつがね、ちょっとね、ここの部分、このね、汚れちった。まあ、中間寄りのね、縦のところだけはね、黒じゃないんで、それ以外をね、黒で囲っていきます。まあ、一応失敗しないようにね、細心の注意を払いながら、塗っていくんですが。まあ、一応ね、塗り終わったのはね、ちょっと汚いんで申し訳ございませんが、まあ、こんな感じでございます。まあ、こんな感じでね、黒くすると、まあ、実写の画像がね、黒いんで、まあ、黒っつっていいのかな、グレーなのかな、どっちなのかな、まあ、俺は黒だと思ってるんで、黒にしちゃってるんですけど、まあ、黒でいっか、まあ、黒にしちゃおう。こういうね、クズのやり方ね、本当に推奨しない方がいいんでね、ご注意ください。で、これがね、まあ、一応、1006の海側なんで、103の1005型、なんだっけな。奇数側のね、方も、マト13はね、黒なんで、ご安心ください。まあ、多分黒だと思うんですけど。まあ、1003も黒っすね。で、ドアと戸袋もね、黒でございますんでね。今回はね、ドアじゃねえ、行き先のところもね、ここも黒くしちゃいたいと思います。だからね、前回成田無理やり外したんですよね、俺。おかげでちょっと一苦労ありましたけど。とりあえずね、黒くしていきます。まあ一応ね、黒くしたのがね、こんな感じになりますんで、まあだいぶ印象が変わるんですよね。まあビフォーアフターで言うと、まあこっちが奇数側なんですけど、まあ偶数が、なんか落ちたぞ。あ、ガラスが忘れたのか。じゃあいいや。まあ一応ね、こうやってするとね、まあグレー、まあグロ、まあ白っぽいのからね、黒になったんで、まあ、だいぶ印象が変わりますね。よいしょ。で、ちょっと危ないんで、これ外しておきましょうかね。で、まあ、一応、運転台のね、ガラス戻す前に、まあ、戸袋もね、戸袋ガラスだっけ？戸袋だよね。戸袋も、黒くしちゃいたいと思いますんで、とりあえず、スキップします。そしてね、まあ、色差し終わった、クハ103の1005号車。まあ、10号車のね、奇数号車の、なりますが、まあ、こんな感じですね。まあ、前面はまだ入れてないんで、これからちょっと入れてみましょうね。これがまず、89H か。これをまず差し込んでと。で、成田行きと。これか。よいしょ。まあ、ちょっとね、今回はね、運行番号がデジタル文字がなかったんでね、まあ、これで代用しますんで。まあ、でも結構ね、パッと見は引き締まった感じがね、するかなと思います。まあ、ホースもね、油性ペンでちょっと黒塗りはしちゃったんでね。まぁ、あ、ちょっと、まぁ、あ、若干汚い感じにはなってますけどね。で、側面はね、こんな、
あ、ずっと居座ってたらケツが痛い。長時間座ってるんだよ、今日動画撮って。で、まあ一応ね、こんな感じですね。まあ、戸袋と、行き先だけはね、銀色にし、あ、黒色にしました。まあ、とりあえずね、100均行って、銀色のね、油性ペン買ってきたら、ここのね、戸袋じゃねえ、あ、戸袋じゃねえ、ドア窓もね、銀にして、まあ、靴擦りのところもね、ちょっと色差ししたいかなとはね、思いますんでね。まあ、この辺はね、まあ、マックスもね、今ね、インネタ頑張ってるんでね、終わり次第2本まとめて紹介したいと思いますんでね、お待ちください。ではね、今日の動画はもう完全に終わりにしたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。